なんだろう、あ、それはもう自分ご自身でも分からない。分かんないです。でもそうなってるのは、うん、あのその事実は知ってるんだよね。事実はいろいろちらほら友達から聞いたりとか、うん、自分でエゴサとかはするの？一度やったんだけど、うん、もうなんか見ちゃうとやっぱり人間だから悲しくなっちゃうから、うん、で逆にあそこまで行くとさ、ちょっと面白くなってきちゃうようなレベルだよ、うんうんうん、そうだね。どんな、どえそれは何が原因なんだろうか分からないんだけど、うん、でもなんかその2ちゃんに書かれてる内容はもう取り留めのないようなことなのよ。あ、うんうんうん、なんだろう、なんかその具体的にどこどこが悪いとかっていうことじゃなくって、もうはっきり言ってただの悪口大会みたいな感じになっちゃってるだけなの、そうなの？そうかな、悪口大会ね。そうだからなんかどっちかっていうとなんかもう箸にも棒にも引っかからないようなことをみんなで言い合ってるみたいな、あのスレだから、あのそう、あのストレス発散の対象になっちゃった、残念ながらみたいな感じなの。そういうこと？そうそうそう。あ、じゃあご興味ある方はちょっと概要欄の方そう、あのね、ふみちゃんの、にちゃんのスレッドを動画を、そんなスレッドも見てよね。なぜ低評価を受けてるのかというのをご自身の目で皆さん楽しんでいただいて、そうそうそうということで、あの今日はあのこちらの、美容液についてもあの詳しくお伺いさらにしたいと思うんですけれども、うん、まずこんなに定期評価を受けているあの男子美容家ふみちゃんをあのどん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 全裸にしていこう、脱がそう、やだ、それは脱がすらしい、物理的に脱がすわけじゃないんで、なんだ、はい、そこは大丈夫、天使なんかほぼ裸よ、そうだよね、ということで、本日は男子美容家ふみちゃんを脱ぎ散らかそう、セキララにお願いね。はい、セキララ子さんですね。はい、すごい、うん、ぶっちゃけたこと聞いていいですか？ぶっちゃけよ、なんかすごくおっとりされてるじゃないですか、うん、そんな自分では思わないです。あら、自覚症状ないのね。なんかあれだよね、あのすごい内気な女の子みたいな感じの雰囲気、うん、なんかいや全然みたいな、うん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 、なんか今日も、うん、あの撮影始まる前に初めてお会いした時もよろしくお願い、あ、はじめましてよろしくお願いしますの時からこの状態なんだけど、そう、ふわふわってして、そうそう、これはもうずっとあの映るからとかじゃなくて、うん、あのずっとこれです。あ、そうなんだ、じゃあもともとおっとりしてるんだね、うん、言葉遣いもすごい柔らかいの、なんかうちらがさ、もうこんなガサツな感じでやってるじゃん、うん、私も結構おっとりしてるって言われるんですけどな。中田さんお願いします。はい、さあ、あねえ、こんなにおっとりしてるの初めてですよねけど、そのおっとりしてるから、うん、2チャンネルでいじめられちゃうのかな、どうなのかな、そうなのかな、わからない、うちらがいじめてるみたいな感じでも元々だって友達でしょ、そう、うん、飲んでてもだってね、え、飲んでても、飲んで、どんなに飲んでもこれ普通、このまんま、じゃあ、美味しいみたいな感じで飲み続けるそうだね、若干の恐怖を感じます、私でも酔っ払ったとこ見たことない。あ、酔っ払ったら、結構めんどくさいらしいです。え、なんかキスマキスマになったり、あとなんか説教しちゃうみたいな、え、つらい、そのっていうかそのトーンで説教されたら逆に説教仕返したくなる、キスマで説教する、キスマでそれなんかうわーやるぜってブッみたいな突然みたいな、悲しいです。怒ることとかあるの？怒ることはまああんまりないんですけど、怒ると淡々とこう言うみたいです。あ、説教っぽい感じ、ママと一緒だ、うん、ここまで死んだ魚みたいな目にはならないゲットネットとか見てもさ、リラッとしなかったの？正直言っていいですか？あ、全然言ってください、言ったもん勝ちなのか、だって言われてんのか言い返せそうよね、最初はちょっとびっくりしちゃったんだけど、あのちょっとありがたいなっていう、 YouTube の動画を、うん、こう見てくれた人の中で、うん、2チャンネルで知りましたって言ってくれる方が結構、アクセス数とかも YouTube で開示できるじゃないですか、うん、どこから流れてきたことでしょう、うん、2チャンネルが結構上の上位に拍手2チャンネルありがとうございます。
でもそれだけ見てくださってるって証拠ですもんね。そうだよね。まあ叩かれる部分は真摯に、まああのね、あのちょっと自分でもこうだなって思うところは反省しつつも、ちょっと辛いこともあるんですけど、うん、そんなにあのすごく怒ってるわけではないですよ。うーん、もしあのそんなにふみくんが気になるんだったら一緒に一回飲んでみたらいいと思いますよ。違うな、そう、そしたら多分あの思いきち説教されてキスされてるだけですよ、ね、そう、いっぱいキスしちゃうぞ、いっぱいキスしちゃうぞ。今のがすごい方からそうそうそう、あの多分あのこの動画いまだかつてないぐらいこうなります。いやー、ありがとうございます。全然うちらそういうの気にしないんでね。全然気にしてない。いっぱい叩いてる。次のコーナーで叩かれ上手のふみくんのあのそのジェンダーレスって言うけど、うんうん、やっぱ過去にいろいろね恋愛とかしてるんじゃないかと思うな。もちろんね、そう、そうだよね、うん、悲しい思い出もあるんでしょ。あ、悲しい思い出しかなさそう。どんな思い出なんですか。聞いてくれます。そう、言ってみなさいよ。大学生の時の話なんだけど、うん、あの実は7年間付き合ってる彼女がいまして、大学4年の時のことの話なんだけども、うん、あの急にあのその彼女から電話があって、うん、今からちょっとドライブ行こうよっていう話になって、うんうん、彼女結構運転する子だったの、はい、うん、まあ、家の近くまで来てくれて、で、まあ、運転しました。そしたらずっと15分ぐらい経っても無言なの。怖いでしょ。怖い、普通に。ほんとそのエンジン音だけで、あとたまにあの彼女の咳の声とか、うん、アレルギー症状がある子だったから結構ゴホゴホゴホ。そんな暴露までしちゃうんだ。ごめんね。で、まあ、運転してて、そしたらあの関西なので、うん、急に六甲山の山脈ルートに入りだして、うん、と思って、え、ちょっと待って、自殺とか考えてるのって思っちゃうでしょ。聞いたんじゃない。夜だもん。いや夜だから無言でずっとこう山脈ルートに入っていって、え、みたいな。で、まあ、そこから20分ぐらい経ってもシャリッコに喋ろうとしないの。でも、え、大丈夫って、ね、大丈夫大丈夫って言ってもずっと運転してて、シカトってこと、シカトずっと、え、なんかあったみたいな、え、自殺とかはやめてねってことを言ったら、そこだけ自殺じゃないって言われたの。で、え、何って思って、そしたらどんどん六甲山の結構もう中央ぐらいに、うん、うん、結構夜景が綺麗に見えてくるぐらいのエリアになってきて、うん、もしかして夜景を見せに来たかったのかなって、うん、サプライズで、うん、こう無言で、うん、こうわざとこう夜景を見せるために無言になってるんだと思って、ちょっともう黙ったのね、うん、どうしたのってもう言うのもやめて、うん、ずっと黙ってたんだけど、顔がでも明らかにすごい死んでて、サプライズな顔ではなくて、ずっと運転してるから、うん、って思って、そしたらあのちょっと登ったぐらいで口がこう動き出して、あらーって、でももうね、山の上すぎて耳がこうちょっとおかしくなるっていう、空気圧で、ね、空気圧でこっちの耳がおかしくなって、こう顔上に言ってる声が聞こえなかった、うんうん、耳に削ればよかったのに、やったの、こうやって唾飲みながら、うん、でやったらまたなんか喋るんだけど、耳抜きしたところでまた片方の耳が今度つかない本当に聞こえなくて、なんなのちょっと待ってって、今耳がおかしいからって言って、うん、でまたで耳抜きして、ちゃんとどっちもこう空気が出たから、彼女に、え、どうしたのってサプライズって、え、なんかもう本当にサプライズだったらなんか言ってよって言った瞬間、うん、別れてって言われたんです。そんなに走って、そんなに、ちょうど山頂が綺麗に見えてたところで別れて、うん、ロケーションの意味はないです。ドライブをした意味はないです。え、無理無理無理っていう話になって、別れたくないってことを言ったら、え、もう別れてくれないと私もう死ぬって言われて、あ、その覚悟の六甲さんだったんだ。でも別れたくない、え、理由はってことを聞いたら、うん、でミクシーで出会った人が好きになったから、その人とこういい感じになったから、その人と付き合いたいから別れてくれっ
7年も付き合ったのに。そう、おかしいでしょ、変な子で。え、それは無理って、その人と付き合いたいから別れるなんて無理っていう話を車の中でやってたんだけど、うん、え、私別れたい無理、別れたい無理っていう言い合いになって、うん、でびっくりしたんだけど、車の、まあ、運転速度はすごい、もうあの30キロとか20キロではなくてゆっくりめに走り出したんだけど、何をしたかというと、急にね、あの運転席の、シートベルトを外し出したんです。え、怖い。何と思ったら、あの急に扉を開かって開け出して、うん、バンって押されて、車が落とされて、そのまま行っちゃった。ゴッサンに置き去りになった。本当それこそ六甲おろしよ。それなりになんか相手のことを思いやりながら、いろいろやっぱり別れる、別れはなんか当たりますけど、まあ、でもその車からポンってやられるのは、あの別れる別れないとかじゃなくて、人生でそんなに経験しないですよ。しない。あ、そうなんですよ。でもそれ、その後にもだって付き合ったりとかしてるでしょ、うん、でもその後も、落とされるのやっぱり。あ、もう一回だけ落とされたことがあって、そんなに経験ある？ある。あの本当にそれも、あの東京に住んだ時の話なんだけど、うん、井の頭公園で当時ボートがあって、うん、でそれはあの別れるとかじゃなくって、あの言い合いの喧嘩、もう些細な喧嘩で、あの漁港に行きたかったんだけど、うん、どうしてもなんか家庭のなんか事情で行けなくて、うん、なんかその理由は何っていうことを問い詰めたら、うん、その理由は何でもいいじゃんって言われて、いや何でもよくないよって、その理由言ってくれたら分かるよって、そのボート乗りながらそういう話になって、うん、え、それは言いたくない、え、言ってよっていう風な言い合いになっちゃって、でそれで言いたくないって言ってるでしょって言われた時にバーンって押されて、こっちもちょっとあの被害者ぶりたくなっちゃって、バーンって押された時にちょっとこう大げさにこうやったもんだから本当に落ちちゃって、うわ、黄色いでもあのライフジャケットがあるからプカプカ置いたんだけど、彼女恥ずかしがってそのままもうあの置き去りで、こう全然、ね、プカプカ浮きながら沖に戻ったら、なんかおっちゃんがライフジャケットつけててよかったなって冷静な顔で言われたっていう。見られてたんだ。置き去り。なんか人をイラつかせるのかしら。どうしましょう。今後もあの押され続けてください。いやね、すごい押されてたんだね。でもその2回だけだから、もうそれ以外2回もなんだよ。そうなの、コオロシってそういう意味違います。違いますね。全然違いますね。道頓堀飛び込んでくださいていうか、どっか押して落ちるとこある。イラつかせるのよ、人。どうしましょう、ちょっと首弱いって言ってください。本だけこの8640円の究極のオールインワンクリスタルリフトを持ってきました、一本だけ。あの3人なんです。そうなんですけど、ちょっとご用意が1本しかできなくて、縁側、うん、のお三方の一人に差し上げたいと思います。じゃあどう決めますか。じゃあ、うん、ゲームを今からしましょう。あ、OK。 どんなゲーム？フミの好きな食べ物当てゲーム。おー。はい、じゃあ今から言う3択の中でフミの好きな食べ物を当ててください、うん、はい、はい、まず1番目がパスタ、はい、2番目がお好み焼き、うん、3番目がプリン。ごめんなさい、いいですか、一つ。あの主食、デザートと来たのは誰でしょう。やっぱり可愛いもの好きじゃないですか。あ、そうね。その中でも一番好きなもの食べ物ですよね。そうです。パスタにします、私。言葉の意味をね。パスタ。本当、はい、
じゃあ私はお好み焼き。そしたらプーリン。待って本当お願い。いいの？もうこれいいですか？本当にお願い。はい。それでは、はい、正解をエンジェルフミから。はい。惜しい。ぜひお伝えいたします。はい。正解は。パスタです。やったねー。やったねー。いや、本当にいいんですか？ありがとうございます。パスタ大好きなんです。めっちゃ嬉しい。はい、ということで本日は、うん、男子美容研究家のふみくんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今この紹介してくれたあのプレゼントをねしていただいたこのふみ入りフェイスという商品なんですけれども、これはもう自分でプロデュースされているということで、そうですね、自分でプロデュースしてそのレシピをあの信頼なる製造会社の方に、作っていただいて、きちんとあの生産管理もしているあのところで作らせていただいているので、すごく自信作となっております。ということでぜひ、はい、気になる方は下にリンクを貼ってありますので、はい、ここまで、はい、チェックしてみてください、はい。あとはあれ、あの YouTube でもその美容の動画をされているので、はい、男子美容研究家ふみとしてお肌のケアなどをやってますので、マイペースに続けてますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。ぜひこっちの方 の, あのボタンを押してくださいね。高評価こっちよ、こっちよ。はい、というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいね。せーの、おやすみなさーい。二度置くんじゃないわよ。突き落としてやるわよ。ロッコ、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 ロッコ